はい、こんにちは。今日は電流センサーについて評価をしてみたいと思います。見つけた電流センサーは LEM 社の LAH25-NP という電流センサーです。これはいつ買ったのかはほぼ記憶がございません。これを使って何かしようと思ってかなり昔に購入したのですが、倉庫に眠っていたものを引っ張り出してきました。25アンペアの直流または交流が計測できる電流センサーです。で、出力はフルスケール 25mA の電流が流せるアンプがついておりまして、このアンプに流す電流を電圧に変換して表示させるというような仕組みになってます。はい、後ほどデータブックについてはリンクを貼っておきます。で、こちらのアンプの出力をオペアンプで受けて1倍または10倍のゲインの切り替えを行って出力をテスターでモニターしたいと思います。センサーの構造と内部配線はこのようになっております。またセンサーの感度切り替えは表の右のような配線の変更で行います。今回は配線の変更がしやすいように端子台を使っています。用意したのはセンサーとこのセンサーに流す電流、この端子の配線の組み替えで、これらの配線の組み替えで1対1000または2対1000または3対1000というレンジを切り替えることができます。で、ここに載っている番号123とかあるいは456、これは、センサーの端子番号になりますので、後ほどデータブックを見ていただければわかると思いますが、簡単に言いますと、今の配線は1対1000、電圧換算しますと 0.1V/A というレンジで構成されています。後ほど2対1000、つまり 0.2V/A というレンジも評価していきたいと思います。で、用意した電源、これが 2.5V から 12V まで可変できる直流電源です。電流は確か 8A か、かなり流せるような電源です。以前どこかで手に入れたのですが、ちょっと記憶がございません。まあ、ボリュームで今は 10V 出力で固定してます。で、ここから出た電圧をセンサーを通して電流計も通します。で、こちらにある電流計を通して電流の基準にしたいと思います。さらにその電流を電子負荷装置の電流にも使います。で、こちらで制御しまして、先ほどの電流計に 0.5A ステップで、可能であれば 5A ぐらいまで電流を流して、アンプから出る出力電圧を別のテスターで電圧評価してみたいと思います。はい、それでは、まず電子負荷装置で 0.5A をセットしたいと思います。これね、可変がねすごい早いんですよね。ちょっとここは設定しづらいですね。ただこれ 0.5 ですと、先ほど調査したところ流す電流の基準はこの電流計に流れる電流を基準にしたいと思います。このくらいで 0.5 になるはずです。はい、それでは直流電源の電気を入れます。入れるとご覧のように 10V がここに表示されます。あとは出力をオンすれば電流が流れます。それではオンします。
アンプの原因は、今 ×1 にしております。流した電流は 0.5A、 出てきた電圧は 0.417V、 ずいぶん低いですね。このままちょっと流れを見ていきたいと思います。続いて 1A になるように電子負荷装置の電流をセットしたいと思います。それでは 1A のセットをオンしたいと思います。 1.06、 ちょっと多いですね。 1A になるようにセットし直します。だいたいこんなもんですかね。 1.006、 その時の電流値が0.0933、 まだ低いですね。はい、続けて 1.5A になるように電子負荷装置の電流をセットします。それではオンします。ちょっと多いので、それでは 1.5A をセットします。このぐらいの電流を流せばこいつが 1.5 になるはずです。だいたいこんなもんです。その時の電圧が、こんな感じです。はい、それでは 2A の方を続けて行いたいと思います。大体このぐらい流しております。はい、2A です。その時の電圧が 0.1953、 だんだん良くなっていってますね。はい、2A の次は 2.5A の方をセットしたいと思います。それでは 2.5A の方をセットしたいと思います。でこんな感じです。その時の電圧が 0.2465 です。はい、続けて 3A の方行ってみたいと思います。それでは 3A の方をセットしたいと思います。はい、電流は 3.015 です。電子負荷装置の方 37.65、 40度あたりを超えると回り出すようです。その時の電圧が 0.2968V、 だんだんいいところに近づいてます。続いて 3.5A 行ってみたいと思います。それでは 3.5A 出したいと思います。こんな感じですかね。その時の電圧がこんな感じですね。
まりよろしくないですね、精度もね。まあまあ簡易的には使えそうです。で4アンペアいきたいと思います。それでは4アンペアセットします。その時の電圧がこんな感じです。 0.399 に、まあまあいいですね。このくらいの精度あれば非常にいいんですが。では 4.5 に参ります。4.502、その時の電圧が 4.503。 おお、いいですね。はい、最後に5アンペアの方をセットしたいと思います。それでは5アンペアセットします。はい、電流の方はこれほど流してます。電圧はこんな感じです。ピタッと合ってます。ここで原因を合わせてるんですが、ちょっとどっちに原因があるのか分かりませんが、リニアリティがあんまりないようですね。下の方で崩れてます。これはアンプの方をまた調査したいと思います。はい、5アンペアまで 0.5 から 1.5、2.5、3、3.5、4、4.5、5と上げてまいりました。ちょっとこれはアンプ事情がどうもあるみたいので、後ほどまた検証調査してみたいと思います。それではレンジを変えたいと思います。今のこの配線は1対1000、つまり 0.1V パーアンペアというレンジになってますので、2対1000 0.2V パーアンペアのレンジの配線にしていきたいと思います。はい、センサーの配線を2対1000 0.2V パーアンペアの配線モードにしています。これまでは1番2番3番を並列に、4番、5番、6番を並列に、それぞれを入出力として1対1000をやっておりましたが、2対1000の場合は2と3をくっつけて、それを6番に接続します。入力は1番のみです。出力は4番のみです。こういった配線をすることによって2対1000が実現できるようです。データブックの方を参照してください。それでは同様に5アンペアまで上げていきたいと思います。それでは電源を入れます。スイッチオン。10V が確認できます。精度的にいいかっていうとちょっと微妙ですが、まあ簡易的には使おうと思えば使えるようです。まあ、今直流を評価してますが、本来これ交流も見れるようです。結構周波数特性もいいセンサーのようです。素晴らしいセンサーですね。ところで今回即興で作ったアンプ基板ですが、こちらの精度はどのくらいか原因1で評価してみました。基板の下の方に見える半固定抵抗器はセンサーアンプの出力とグラウンド間に入れて約100オームにセットしています。実際の出力原因は基板の上の方にある半固定抵抗器で行っております。オペアンプは手持ちのものを使いました。 AD708 です。それでは簡易的ですが評価してみます。
はい、オペアンプ単独の、評価をしております。左側が入力電圧、右側が、アンプを通した後の出力電圧です。今 15mV を入れてます。 15.767 ですね。 15.7mV に対して 15.76、 非常にいい特性をしています。ランダムに上げて様子を見てみます。49、61、ちょっと今タイムアウトで切れてますが、非常にいい特性をしてます。こんな感じでいい感じで追従しております。まあ、1mV オーダーですともうオフセットの領域に入ってきますんで、使ってるアンプが AD の708は非常に小さなオフセットを持ってますので、 1mV というと相当大きな値になりますが、まあボードのレイアウトだのいろいろ影響を受けて電圧が触れていると思われます。にしてもこのぐらいの追従度であれば大きな問題ではないです。非常に素晴らしいです。これで 1V ですね。はい、このようにオペアンプ単独では大きな異常は見られないことが分かりました。はい、でこちらの入出力管を逆にしますと、出力電圧もマイナスの電圧が出ます。ちょっとやってみます。一旦切ります。でこちら出力を逆にしてみます。それでは出力を逆にしてもう一度オンします。大体5アンペア。このようにマイナスも電圧として計測することができます。すごいですね。まあ5アンペアも流せれば素晴らしいですね。ちょっと電圧降下してますけど、まあ誤差範囲ですね。はい、いつ買ったかわからないようなこのセンサーですが、非常に面白いセンサーのようです。もう少しちゃんと組んで計測機としてできればメーターなんかもつけて作ってみたいと思っております。はい、この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。